せいたしました。33期生、いつも水野でお世話になっております。中野さん、お願いします。そういうお仕事。ありがとうございます。そうじゃあ。もありがとう。いつもお世話になります。ザ・サウリー・サラズ・グラディエイジンズ、中野君人でございます。どうぞよろしくお願いします。今年度も皆様の激闘、随所に拝見しておりました。非常に素晴らしい活躍が目立ちましたし、己に勝つということに勝てた子も勝てなかった子もたくさんいらっしゃいましたけれども、非常に私は感銘を受けたレース多々ございました。もう私の言いたいことは戸谷先生がほぼほぼおっしゃっていただきました。何もね大きなこと言うことはないんですけども、この4月から私も日本代表の選手を担当することになりまして、皆さんご存知かと思うんですけれども、糸満投手の塩浦選手、スインの酒井夏美さん、JSS の渡辺佳菜子さんですね、はじめスインの、の矢島優也選手とかですね、大塚ミュージシャンとか担当させていただくことになりまして、シビアなやり取りを勉強させていただいている今途中でございます。で、戸谷先生の話もあった中でですね、いろんな選手がやっぱいらっしゃいまして、調子に乗っちゃってる選手であったり、非常に紳士であったり、わがままであったり、さまざまなジャンル選手、私が言うた中でもね、バンバンいてるんです。毎日何かしらのやり取りがあって、そのコーチともあって、そのコーチも結構勘違いしていらっしゃる方もいらっしゃるんでね、これ動画撮ってないですか、大丈夫ですか、ね、はい、いるんです。私も非常に、この社会という大学に出て、学ばせていただくことが、この今、四十なんですけれども、四十を超えてさらにそのバリエーションが広がってきまして、これを皆様にどこかでまたこういう経験を、皆様に経験として、人生経験として寄与する場があればいいなと思って、私も今、勉強しております。で11月20日に水野の新しい勝負水着 GS ソニック5のリリースがあったのが皆さんご存知ですね。宣伝ちゃいますよ、ご存知ですね。で1月25日発売です。でこの水着は私が担当している選手当然来ますし、うちの契約選手も来ます。で私からしたらもう皆さんほぼほぼ契約選手なんですね。大阪大学私 OB ですし、皆さん後輩ですし、ティーチャーもみんなで先輩ですし、皆さん、あ一個いや乗せてった、すいません、井上陽水です。川島先生の顔っていつ見ても面白いですよね。いつも心が和みますっていうのを最初にやろうと思ったんですけど、すみません、今思い出したんです。申し訳ありません、今思い出したんです。で、これのね、皆様に対してのサポートの私もね、今日本代表を担当するようになってから、あ、強いては今中央大学さんと近畿大学さんも新たに担当するようになりました。サポートの幅非常に増えまして、どういうことがサポートなのかっていうのを今自問自答しながら毎日宿泊しながら、ね、頑張ってます。不当不屈の精神で頑張ってるんです。これね、京都外大西高校のキャッチフレーズ、不当不屈、どんな苦難や困難にも打ち負けない、絶対に勝つんだ、その精神で頑張るんだっていうね。今日は冊子の中に浅井君と西賀さんが出た餓死に昇段でしたか、でした、これ不当不屈ちゃうんやと思って、あれと思って、まあでも愛通ずる意味が通ずるものありますから、まあ全然もう結果我でオールライトで大丈夫です。なので、皆さんね、来年に向けてもいろいろ皆さん思い当たることあると思いますし、己にとりあえず負けずに、勝負に勝つだけが勝つじゃないですから、まず己に勝って、将来社会に、ね、羽ばたいていく、そんな皆さんを私は応援したいと思います。そして強いては水野株式会社は大阪体育大学様を応援しております。それだけをお忘れなくです。よろしくどうぞお願いいたします。私もきっちり頑張りますので、皆さん頑張りましょう、共に頑張りましょう。ありがとうございました。